信明 S さん、こんばんは。あ、信明さん、こんばんは。和也もさん、こんばんは。あ、和也さん、こんばんは。みな、とみーなさん、びょうさん、こんばんは。びょうさんではないです。誰や。いや、猫、猫って書いて、びょうさんってね。あ、びょうさんね。これさ、この目の前のやつ、相模湖です。星国さん、絶景かな。そうですね。結構いい景色ですね。光の量はちょっと足りない気がしますけど。はい。で、ここがトンネルですね。何トンネルだっけさっき教えてもらったけどちょっと忘れちゃった。ここがですね、結構急なトンネルで、こう行って曲がりきれずにその向かいとかにバイクがよくぶつかっ、よくじゃないですよね、ぶつかったりしてた事件があったらしいです。反響がやばい。でですね、この短いトンネルを抜けた先に食いつりがあった、螺旋階段っていうのがあるらしいです。もう抜けたらこの音の反響が一気にスパンとなくなるっていう、ね、最終京王線さん、富澤トンネルはてなマーク赤、富澤トンネルだっけそんな名前だっけ大月光太郎さんこんばんは、お疲れ様です。あ、大月さんこんばんは。はい、でここの先にあるのがこのね、螺旋階段で、ここで首吊りがあったという話です。まあこの先は宗教法人の持ち物になってるので、あんまり近寄らないようにした方がいいと思いますけども、ここは首吊りがあった。ちょっと一瞬なんかチラッと映っちゃいましたけど、猫まねこの顔、元奈々さん、はい、こんばんは。こんばんは。みな、とみーなさん、あ、ここ三輪さんで長尾さんが登ったとこ。あ、そうなんですね。そこです。じゃあそこです。一応この先現役の宗教法人の持ち物らしいので、あの先の建物とか行かない方がいいと思うので、はい、このスポットはこんな感じですかね。じゃあ絶景を映してまたしばらく移動に戻ります。